はい、こんにちは。レビサポ、チュイでーす。えいすいすいす。今日は、この間、新潟の、新潟県観光物産店、違う、新潟県観光物産、株式会社かな。南イオンじゃなくて、亀田イオンの、弁天通りを挟んで向かい側にある場所に、お土産屋さんとかで売ってた、まあ、新潟の観光品観光した時のお土産を買うところとかで売っているお菓子とか売ってたので、それを買ってきたんですけども、その中でまあ普段サラフタポークホープって俺塩味しか食ったことなかったんですが、そういう場所行くとこう他の味、うま塩、枝豆、エビ塩、カレーっていうのがあって食べたことなかったんで、ちょっとこれはやっぱり亀田さんのだからちょっと食べなあかんやろと、食べて食力不足なあかんやろと思ったわけなんで、ちょっとやってみようかなと思います。ていうか皆さん知ってました？普通の味ってうま塩だったって知ってました？俺何も知らなかった。サラダフォークは塩味って思ってたんで、どうなんなんかなって、まあ実際これがその塩の味なのかわかんないけど、多分そうなんだろうけど。家庭。たまにこういうお菓子すっげえ硬いものがあるけど、何なんだろうねあれ。はい、うまい。うん。あれ。ちょっと薄いのかな。うん。ごはんもう分かんないんだよね。と実はちょっともう一回食べてこれ取り直ししてるんですよね。普通だっけ？これが普通だっけ？まあとりあえずうま塩鉄板ですね。うまい。じゃあ次はどれ行こうかな。カレー味行きましょうかね。はい、なんだろう、カレー味といえば結構カールを思いつくんだけど、それとはまた違って、どっちかっていうとカレー線とか結構辛いやつ、あれの方が匂いは近い気がしますね。で、食べた感じは全然辛くないから子供大丈夫、全く辛くないだからって言って甘口かって言われたら全然甘口じゃないけど、どっちかっていうとカレー風味味って感じの、ちょっと柔らかめのカレーだね。うん、だからってまずいわけじゃない。これはこれで普通に美味しい。これ食レポって知ってる？めっちゃ難しい。あ、こっちね。これさ、俺いつもこの自分インカメで撮ってるんですけど、インカメで撮るとやっぱりこう自分の顔を見て話すんだけどさ、話さなきゃいけないってこっちなんだよね。そう、こちら。そう。でもここ話すって結構難しいね。こうなんか目とか今度書かなきゃね。っていう本当。一人喋り。いや一応前には奥さんはいるんだけど、まあなんか今頑張って足つぼしてる。はい、じゃあ次枝豆。枝豆ね、めっちゃ匂い再現度高いから。最初の一かきは。その後もう嗅ぎすぎた匂いがしない。はい、枝豆。甘い豆ですね、これは。結構甘みがありますね。そうね。俺枝豆の時もっと塩入れるねっていう。違うか。おかしいだっけね、これ。俺枝豆の時結構塩
お湯の方が好きな人です。そういう人です。どうでもいいね、ほんと今のどうでもいい。チョッパーさはチョッパーさは結構抑えめ、多分今塩分控えめとかが流行って晴れだっけね、多分それでだろうかな、それでなのかな、結構みんな全部塩分控えめに感じる。うん、ね、塩分控えめにしてるのに夏になったら塩取れとかね、ネタだよね、超危ないからね、マジね。その辺のもう夏の塩取れとかおかしな話言ってるなって思うじゃないですか。その辺マジ詳しく知りたい人連絡ください。俺めっちゃ喋りますよそこ。塩は考えて取れたからね、まず塩自体を選ばないとだから、減塩とかマジバカだから。減塩とか言ってる人超やばいからね。そう、食の勉強するといいですよ。はい、次はエビ塩、期待大のエビ塩、まあ、期待大とかで俺話してるけど もうさっき全部一回食べてるって言ってるからね、何なんだろうね。うん、エビ塩がうまい。これ普通に商品化したらちょっとリアルに売れるかも。でももっとなんかエビ強くてもいいし、しょっぱくてもいい、もっと味にがパーンってきたら多分普通に買うやつになりそう。うん、あ、また俺こっち画面見てたよ、こっちね。ねえ、こっち見るのって難しいね。そう、まあサラダホープ、あ、これがいっちゃうまいかな、どうなんだろう、俺こっちかな。うん、いやもう俺の中でね、エビってねもう定番なんだよね。エビってほらカッパエビさんとかさ、あれカルビだね、ごめんなさい。いやもうこの際だっけ、なんかお菓子全部アルビのスポンサーになればいいじゃん。違うか、なったらすごいんだけどね。もう新潟全部ホームタウンか、お菓子全部スポンサーか。いやこれお菓子全部スポンサーかすげえいいな、ほんと俺チョコとか欲しいもん、ほんとは。電力来てくんねえかな、電力のポリッピーとかマジ超話せるわ。電力のポリッピーのチョコが恐ろしいほどうまいんだよね。全然これ話してない、亀田製菓の話してない、ダメだね。はい、うん、ちなみにこのエビ塩は普通にうまい、そうですね。だからまとめると、これは特にアウェイとか行く、ワイウェイ観戦とかガンガン行くような人とかは結構新潟のサービスエリアとかよく寄ると思うんですよ。でサービスエリアに行けばきっとこれはあるかな。これは普通に買っていってもありなやつです。うまいです、これはうまい。特にエビ塩、エビ塩うまいっす。エビを普通にスーパーに売ったら、もし見かけたらマストバイス、全然ぜひ一回食べてもらいたい。食べてもありあり、全然あり。枝豆とカレーは全然子供が食べれるように結構優しい作りにしてあるなって感じ。特にカレー結構あの攻めてない、すごく万人受けしそうなやつ。枝豆は結構甘い系だけどちゃんと枝豆感があるんで、そういう部分はいいよね。なんかほんとたまに枝豆とか言ってなんか流行りみたいにやってて、全然なんだこれっていうのとかあるけど、普通にこれは枝豆感はある方だね。ただ今回もっとしょっぱかった気がするんだけどな、俺なんか唇が痛くなるぐらいしょっぱかったよな。やったっけな、優しい味だった。うん、もうとりあえずうまいっす、うん、特にこれうまいっす。エビ塩はうまい、うん、今日の5月今日10日10日、2020年5月10日の俺の気持ち的にはエビ塩が1位でした。これはうまいという感じっすね。
や本当は昨日もね試合あったんだけどね、まあ残念だったねっていうのも含めて、今日は朝から結構バリバリ働かせていただきました、はい、今日は朝から家のタケノコ取りに行って山を3往復してめっちゃ疲れて、それから友達が畑手伝ってくれって言ったんでちょっと畑を手伝いに行って、いや働いたね今日。なんやかんや多分ここが、ここと腰が筋肉痛、足3往復してんだけどね全然ね筋肉痛来なかったね、やっぱり普段鍛えてるからかなっていう感じです。まあそんな感じでした、全然関係ない。はい、とりあえずサラダホープ、やっぱうまいね。やっぱね亀田製菓さんはねすごい、亀田製菓もすごいし、俺昨日インスタにもあげたけど、なんなんだろう、新潟県のこの米系、米菓子なんていうの、米菓、米菓せんべい系、しょっぱい系、レベル高すぎるんだよね本当。多分もうあれでしょ、もう絶対全部1位、もう金メダル候補だよね、岩塚製菓、参考、まあ参考製菓、亀田製菓、他なんかあったっけ、ないか、わかんない、ちょっと今は思いつかない、もしもなんかすみません。まあとりあえずこうね、この3つすごいよね、まあうまい、どれも全部いろいろうまいのがある。まあ俺会社名とかで選んでなかったからあれだけど、どれがどれかわかんないけど、味調べとかね、そのどれかの一つでしょ、知らないけど、うまい、まあせんべいがうまいね。そんな感じでございます。とりあえずサラダホープうまかったですよっていうやつでした。そんな感じです。ではまた近々、あ、そういえばあれだったね、あのトレーニングがまたちょっと3チームに分かれて開始されるっていう報告ありましたね、よかった、よしよし、少しずつ緩和されてきてますね。まあいつなんだ、普通にうちらが応援できるようになるか分かんないけど、とりあえず試合が始まったらダゾーンで選手たちがやってるとこ見れるからいいよね、まずはそこからね行ってもらわないとね。そんな感じです。とりあえずもしここまで見てくれてる人がいたら本当ありがとうございます。こんなサラダホープだけの話とかを10分以上話してて、サラダホープ以外の話もちょいちょいしつつで、いやマジこれ全部見てたらマジすごいと思います。ありがとうございます。もしあれ出したらチャンネル登録してください。はい、ありがとうございます。